まあ、という感じで、ちょっとみんな仲良しなんで、まあ、その仲良し軍団対、まあ、格ゲー軍団みたいな感じです。はい。僕はもう絶対間違いないと思ってます。了解。仲良し軍団対格ゲー軍団。ぜひとも信じてほしい。俺はなんか知らんけど、ネットではなんか、インキャバンコムドットみたいな感じで、揶揄されてますけども、仲はいいです。なんですけれども、もうほんと試合始まったらみんなもう集中して、もう連携取りまくるんで、もう今のこの、いや、ほがらかな空気とはもう一変します、試合が始まると。そこを見ていただきたい。あ、来た、のぞくさん、一番おじい。じい。黒人が座学がみんなしてたけど、お前なんか忙しくてあんまやってねえんだろ。いやだけど、いや僕は元から上手いんで大丈夫です。安心してください。満身してるもん、もうダメだもん。満身だ、満身。ちょ、満身してるの、モコだろ。さっきのバルダンじゃなくて、エーペックスだったんだよ。エーペックスもちょっと、まあ軽く。まあ軽く、まあでも、いいね、エーペックスでちょうどいいんですよ、この調整なんて。もうエームがええから。エーペックスやったさすが、モコさん。いやもうこれぐらいでちょっとエンディスだもん。いやもうだからもうエイムの挑戦なんて別にバロラントじゃなくてもええかなっていう。あ、俺エイペックスの方好きなんですよ。俺バロラントそんな好きじゃないんですよ。俺エイペックスの方好きなんですよ。だからこれバロラントなんて舐めてるんで、すいません、それ買っちゃうんだよ俺ら。はい。いやいやいや普通ですよ、別に正常です。いやいやいやね、なんかはい、いやいやもう、でもお子さんらしい感じもするわ。確かさん、みんな呼んで部屋作って。あ、了解しました。はい。